今日数えて22回戦目、マリーンズは連敗を止めるべく小島を立てました。立ち上がりエラーで出塁を許すんですが、中川の当たりはショートライナーで一塁福田飛び出してアウト、ツーアウトになります。まあ、その後後続吉田も打ち取ってまずはゼロのスタートという小島投手です。このシーンショートフライということで、まあ、ランナーを出しながらも3人いい流れを作ります。バファローズは前回プロ初完投勝利と完封同時に達成の宮城、こちらは荻野ファウルフライ、高部三振、中村三塁ゴロと三者凡退のスタート。全然前回の楽天戦から続くゼロの更新が続きます。ゲーム2回に動きます。小島投手が頓宮ヒット、紅林ツーベースで迎えるは伏見、外寄りのボールが打たれてしまいましたね。これを狙ってたんじゃないですかね、インコースちょっとね打ちにくそうでしたもんね、その前がね。そうなんですよね。伏見のタイムリーでこれで3試合続けてバファローズが先制点、さらにランナーが2人溜まった状況で今日9番スタメンの西村、真ん中に来たボールを左中間に運んだ、これが2点タイムリーツーベースになります。2回にバファローズが3点を先行するという流れ、宮城にも援護点が入りました。最高の流れですね。でその宮城なんですが、2回直後フォアボール2つでピンチ、2アウトから茶谷です。粘ってねセンターへ運びました。これがタイムリーですぐ1点を返したマリーンズ、3対1とします。そして4回ワンアウトから井上ヒット、安田ライトフライの後岡、この三塁線沿いの当たりが内野安打になったんですが、井上が、まあ、3-2 から走っていたとはいえ三塁タッチアウト、マリンズはチャンスを潰します。そして5回です。小島もその後は粘っていたんですが、フォアボールのランナーを置いて2アウト、そして頓宮2-2からこのボールがレフトスタンドに運ばれます。大敵でしたね、瞬間でしたね。ツーランホームランで5対1、その差が4点に広がります。一方宮城もその裏茶谷がツーベースを打って送りバントでランナー三塁、4点を追ってマリーンズは1番の荻野隆レフトへの犠牲フライ、ここもすぐ1点を返します。5対2です。で球数が増える中、小島は5回でマウンドを降りました。宮城は6回もマウンドに上がります。しかし先頭の中村がヒット、ただその後山口井上を打ち取って安田にフォアボールを与えてここで降板。まあ、2桁の勝利投手の権利がかかっていますが、もちろんその権利を持ったまま5回3分の2 155安打2失点で降りて、吉田亮が今日上がってきたんですが、岡を三振に切って取ってそのピンチを脱します。で7回はマリーンズビハインドの中で増田直也投手が、橋川さん、はい、復帰後初登板、福田はライトフライで、まあ、吉田にはヒットを打たれたんですが頓宮三振となります。どういうふうにご覧になりましたか。そうですね、なんとも言えない表情してますよね。はい、本人としてはまだここは仮のスタートという感じでしょうかね。で8回ワゲスパックが抑え、9回は阿部、井上がエラーで出塁したんですが結局後続倒れてあえなくゲームセット。マリーンズ4連勝の後は3連敗、バファローズが一方で3連勝、宮城2年連続の2桁勝利、そしてホークス、ライオンズ、バファローズがゲーム差なしとなっています。